ねた ヤマトレイジのギャングスサンデーはいどうもありがとうございます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 清水さんはい、この日が来てしまいましたねはいついに大変ですよはいヒリピリしてますねはい今回ははい、なんと読んできたそうですね僕読んできましたちゃんと村上龍さん読んできました ハルキさんとリュウさんをハルキさんといリュウさんがまあ20代の頃に初めて世の中に出たこの2作品について徹底討論すると今いう会ですもちろんユリクままありますところがですねシミさん割れております割れてるんですかうち割れておりますうちあの派閥で割れてますんでこんな1万岩だと思った全然一枚岩ではないないのではいそれぞれのあのなんとか代表はい ファンの代表として、はい、あのや,やっつけると、竜、はいえー、をやっつけると、はい、ハルキをやっつけるという二人をですね、穏やかじゃない,はい、穏やかじゃない感じで、はい、今日はやりたいと思います。はい、吉見さんお願いします。はい。改定します。<laughs> 先生。はい <laughs> 村上春樹氏を、えー、弁護する代表久世隆臣さんですよろししくお願いしますどうぞお入りください <laughs> どうです今日の今日の意気込みはどうですか僕から一言だけ完璧な文章などといったものは存在しない完璧な絶望がないようにね 風の歌を聞きながら、僕は村上龍さんのことをコテンパンにやっつけたいと思います。よろしくお願いします。失礼しま詩人の清掃できましたよ。はい、詩人が春樹を守ります。守りますはい、する。はい。俺は龍を信じて生きてきたというですね。龍、龍のことなら任せろと。はい。はい、いうことで村上龍をまあ応援する。代表としてですね。代表。来てもらいました。奥野望さんです。どうぞ。 い <laughs> <laughs> やいやーやってまいりましたこの日が久しぶりの文学会はい、はい、村上春樹何それ美味しいの <laughs> 美味しいよバカだお前よく噛めよ <laughs> いやいやまあねどんなねあれでもねまあドラゴンには勝てませんよああ <laughs> <おー> <laughs> 色あのね <laughs> ちょっと色が色が,色がもう気になっちゃって限りなく透明に近いブルーを探してたんだけどなかったか。真逆じゃん え？こっちじゃん。そうそブルー着てきてんじゃん。あえてでも対照的ではあるからいいんだけど。え、龍は本当は限りなく透明近いブルーになりたいんだけど本当はオレンジなんだよ。それどういうこと？町の不動屋さん不動。後で言うから。町の不動産屋さんがなんか来ましたよ。地上げでしす。地上げです。南で金曜やってるマンダーうもんあれセカンドバックどこだよ。セカンドバックはあっち。セカンドバックでいいか。やなんか龍さんにすげえもうこの時点で失礼なとって。僕も今日勝ったなと思いました。はい。ちゃんと春樹インプットしてきてるもんね心の中にも。 僕のゴーストは今村上春樹です。マジで。あら,あら、はい、お前のゴーストが。俺のゴーストは春樹です。まだ死んでないじゃん。僕がここに立てるようになったのも全部春樹さんのおかげなんだよ。<laughs> おっと。春樹さん。お前がいろいろいるよな。三島だなんだと。

中上賢治というねあ来た大巨星がいるわけですよそんなこと言ったらですよ春樹さんアメリカ文学カート・ボネガット・ジュニアの政党後継者ですよそうですね素晴らしいですよそれだから何人でアメリカ人ですよアメリカ人の魂なんかお前日本人に持ってこんでもうおその言えてこえいこの本だって結構アメリカさんのこと出てきますよあなた見てくださいこれ「風の歌を聴けて」何を

はい、どうもありがとうございます。<laughs> それでは、頑張ってくださいね。はい、そんな感じで。ガンガンやっていきたいと思います。<laughs> はい、はい、はい。とはいえですね、清水さん。はい。 村上春樹ってなんじゃいっていう人もいるでしょ。いると思います。それあまあ龍さん何も読んだことないですとかね。それぞれまあそういう方もいらっしゃると思うので、僕からですね、まあざっくりとですね、この二人がいかにすごいかっていう話をね、まあします。はい。とりあえずはいこの人ですね。とりあえずね、大まあ最初はこの人ですね。村上龍さんです。今こんな仕上がりになってます。仕上がりって仕上がってません。はい。いいですね。いいですね。男ですね。 と言いつつ、はい、こちらも仕上がってますね<ら><ら>ー仕上がってるなてそうですねだいたいね名前が仕上がってます名前がねあのこの二人ダブル村上って言われてますが、はい、本当に、ね、この名前にもうすべてがもう最初からもう すべてが集約されてたということが証明されました。<え>はい。ちなみにですね、二人とも、はいえー、村の上から物を見てます。<ー> <laughs> それね言うと思ったんだよな。言うと思ったの。<laughs> 村の上なんですよ、二人とも。うん、だからあのなまりませんこの二人。方言ないです。うん ちなみにですね春樹さんね思いっきり関西人ですねそうですよ京都生まれのしかも宿川育ちだからこれとは宿川ボーイズですあらなるほど宿川ボーイズの神戸ですからだからの足の覚えた方です西宮ですよ西宮ですよそうなのになのに一世 さっ関西弁が出てこないという<ー>そういうとこ、ね、そういうとこうんそういうとこな、ね、そういうとこが嫌いなんですか <laughs> え嫌いじゃないですよ別にうう一回英語にしてから書きますからねなんかその辺なはい <laughs> なんかこう <laughs> なんですか <laughs> なシャフに触るっちゅうかなんちゅうかかそんなにねそんな格好つけなくてよくない何かかつけないんだよ彼は本当に公平さを重んじてるんだよとにかく何に対しても公平な男それが村上春樹あとで説明しようお分かった春の木で春樹ですからねでこの春の木っていうこの木っていうのがまた一つキーワードになってますねなるほどでもう一つ龍さんといえばドラゴンですからね村の上から見てるドラゴンですから常に動き続けるという龍脈に沿って うん、動き続けるエネルギーの塊ですねこの人はね。はい、まあ化け物ですよねこの人。化け物ですよ <laughs>。村上龍という化け物ですよ。<laughs> それはそうですね。で何が化け物かって言いましょうってもちなみにこの二人、はい、まあその同じ段階世代なんですが、はい、こういうことになっております。えー、若干ですね春樹さんの方が早く生まれてます。うん、でハルさんに49年あ1949年に生まれててで30歳でデビューしてる。龍、はい、さんは 三つ年下なんだけど、はい、デビューが早い、三、うん、年先輩という。うん、この複雑な感じ。うん、そしてね、えー、面白いのが、やっぱ春樹さん、なんと言っても。六十八年の激動の学生時代の、まあ、もう真っ只中に早稲田に入ってます。うんはい、なので、まあ、在野精神の早稲田ですね。だから、まあ、まあ、まあ、下馬棒を持った、わ、若者たちが大暴れしている。その中にいたんですけど、このことを喋りません。 全く話しませんね。うんうん、あの春樹さんはね。<ー>で、えー、しかも、まあ、早々に学生結婚しますね。で、しかも、えー、有名な話ですよ。うん、あの、バイトして貯めた二百五十万。はい、プラス、銀行から借りたお金で、ジャズ喫茶を。学生時代からもう経営に入ります。えそうですよ。で、劉さんは、その学生、そのジャズ喫茶に通ってたことがある人が、劉さんなんですよ。 <え>リュウさんんお客さんだったっ,ん、ね、ったて話あすデビュー前にちょっとつながりがあったって話、えー、そう話そうで一方龍さんですが72年に武蔵野美術大学でうん、うん、その前にちょっと美学校みたいなの入ってていやちげ、はい、えだろうっって辞めんですシルクスクリーンかなんかやってて辞めてムサビに入ってで、えー、72年っていうと要するにまあサま山荘も終わり学生運動が終わった時に大学生になっているんで、はい、この人 完全に、あの、後から来た人なんですよね。で、うん、その祭りの後に現れたのが劉さんで、で、この人は、まあ、坂本龍一さんと同じくらいのタイミングで。感じで,、うん、で、この人がやってたのは、高校時代に学生運動やってる。うんうん、だから、サセボね、その、佐世保で、うん、で、エンタープライズ、ベトナム反戦みたいなのに、まあ、強烈に、あの、まあ、影響を受けて。で、一回ヒッピーになってますね。学生、あの、ね、休んでる間にヒッピーになってまして、そう,ねうん、そういうことですね。つまり、この二人っていうのはね、えー、まあ。 日本がその革命の夢を抱いてそれで一番最後に現れた2人というか、うん、その前にいるのが富ささんんとか宮崎さん、うん、だからあの,あの2人はまだ革命の夢を抱えてきてるんだけどあのこの2人は祭りが終わるぞっていうタイミングでわーって入ってきて終わっちゃったっていうつまりキーワードは夢の後なんですね。夢のの後っっっててていいううこことで始ままる、ね、ががつりれ 俺たちの世代に繋がってるわけ俺たちの世代に俺たちの世代以降ずっとつまり昔何かあった国に住んでる俺たちって暑い時代があったらしいね明治の頃はさ昭和の頃はさ学生運動の頃はさってバブルの頃はさの以降はもう何も残ってねえよみたいなつまりまあ特にこの世代はこういうことですね一番影響に影響あるのがこの科学と民主主義っていう。 その戦後の夢と希望みたいなものがまあそのピークに達したっていうのは60年代の前半なんで60年代前半でこれがまあ、えー 結果的にはうまくいかなかったということでそしてですね、ここから世界はハルキとリュウに分かれるわけですねいいですね世界はハルキとリュウに分かれますからハルキとリュウに分かれますこんな感じになりますかこれがなんかもう村上ハルキっぽいよねそうなんだよ、最初に夢があってその後夢が終わってハルキとリュウに分かれたあるいは、あるいは素晴らしい、これハルキ派じゃないですかあ、分かったそう、わかったちょっと、ありがたいと、いつですねはい。 えー、このハルキとリュウに分かれた、どう分かれたっつうの、めちゃめちゃわかりやすく、はい、すごい初期で、期あの何だろうな、えっ、ー、とまあ誰でもわかる感じでします。はい、まずは、えー、世界系のバッハとしておなじみのハルキさんですね。世界系おなじみではないですけど、どういうことですかこれ。<laughs> この人から世界系始まります。世界系はハルキから始まるんですか。その通りです。ほうほう。まあそのだから音楽がバッハから始まったように。あ バッハは始まりの音楽の父そして世界系の父としての村上春樹です、小倉さん。始まりました、この人から世界をクラシックみたいにやったっていうことではなくもう本当に直系の直系みたいな俺の世代でいうとこの人が完全に春樹にやられてます。そ、まあ、うなんでますで、まあ バックする形で春樹この人のこと聞いてるらしいですねすがし顔さん俺だってすがし顔ぐらい聞くんだぜみたいなこと言ってますからこの人どういうことなんでしょうそれそれだってっていうすがし顔も聞けちゃうぐらい俺には若い感性があるんだぜって言ってるらしいじゃんかおお前前オレンジ脱げそして「あるいはやれやれ」でおなじみの「やれやれ」といえばこれじゃないですか やるやれ。あそううわ言われたいました。はい。キョンですね。はいそうですね。あれハルキでしょ？ハルキです。完全にハルキ。キョンってハルキでしょ？もう完全にハルキですよ。これハルキ作原作って言われても俺全く納得しますもん。完全にそう。です。完全まあだからそのゼロ年代の空気終わらない日常みたいなものっていうのはもう完全にハルキの空気ですね。でまあもちろん当然我らが行くになんじゃね完全にハルキチルドですね。これそうですね。はい。まあ打てないも。 動画がもユングハルキユングハルキみたいな感じで行きました。<laughs> ユングハルキユングハルキ天井作しみたいなそういう感じで行きました、ね。まあピンドラもピンドラもまあ見事なまでにところがピンドラって95年の社会問題についてあのやってますからこれ龍っぽいんですよ。はいもしかしたら異国の中でもうハルキと龍がこう クロスしてる可能性がありますなるほど別れたものが再び俺らの世代は、はい、あの二人2つが同時にこうまあ分裂してないんで両方入ってますって人多いんでね、うん、そしてハルキといえばこの方ですよね 朝目覚めたら涙が止まらない。そんなことない。本当にこの不思議と涙が止まらないで。同じみのこの人あれですからイドロの底よりも深いですから深海ですから。あ、なるほど。そう新しい海じゃないんですね。だからムの上からじゃないですからもうもう一番深いところまで行きましたから。この人も完全な春ルクシで新しい海なんだけど。そしてリュウさんといえばキャッチフレーズこういうことです。自称系ボヘミアンです。 ねえ小郎さんそうですね完全にまあリスカのバッハですかリスカのバッハの例えがなんか一般的ではないってこと気づいてくださいなじみのさんすごいですねなですかいやいやパンチライン自慢コーナーみたいになってますけどいやいやこれ思いついておかしくていやそれ面白い面白いでしょまあ要するに生きている実感ないぜみんなそうだったら俺は手首切るぜこの血が本物だぜ この血を流しているガラスのかけらになりたいぜみたいなのがこの作品になっておりやめて俺はやっぱやることないよねなるよあるよふざけんなよじゃあやらせていただきましょうそうんなそしてボヘミアンですからここではないどこかを探して中心を探してキューバまで行くんですが結局中心なんかないんじゃないのって言って小池栄子に出会うわけですよね。 急にそしてんかファドファタールみたいな感じでけどそしてそしてカンプリア大爆発を迎えるわけじゃないですかそうですねそうじゃないですか最高ですね僕はあの時初めて村上龍さんあんなに背低いんだっていうのを知りました小池恵子さん横に立つと小池恵子がでかいんじゃないのそうかもしれませんいやでもそ操そもう信長もまあその結構なカリスマって背低いんだよね

そうすでもこれはもうコイインロッカーベイビーベビズなんですよ、ね、で岡崎さんの同じ大体世代で上條さんもそうですよはい、はい、でこの上條さんのセックスは完全にコインロッカーベイビーズですねでこの世代はマジでコイインロッカーベイビーベビズにぶん殴られてるわけ<ー>であれはこの限りなく透明に近いブルーを描いた後に、ね、海の向かい戦争が始まるって言ってふらついたんだけど思いっきり漫画に寄ったせいおかげでまあ竜さんに残ったって世に残ったっていうか。 そういう,う,いうまあ革,新革命的な作品になってこれの影響はものすごいですねもちろん竜さんといえば「乱高パーティー」ですが「はいすね、セックスドラッグロックンロール」でおなじみですが <laughs> まあ直系はこの方でしょうねだからまあ今でもやっぱりそのヘビー・ピアスの金原さんとかこういう、まあ、いわゆる、まあ、<laughs> ラティーヌカルチャーってやつですか、はい、まあヤンキーカルチャーですか、うん、まあそういう感じだけどヤンキーーカルチャーなのこ何 <laughs>、あのー、ていうかな地元のヤンキーカルチャーみたいなそのだからまあ 延長上にあるわけだよ、ね、でまあ先に言っちゃいますけどセックスドラッグロックンロールプラス思想があったのが思想が抜けちゃったんで肩だけになってってこの肩だけになってしまったこの穴をどうやって埋めるのかって言って自然抜刀するのが劉さんの人生だね。だからそこにキューバンサルサが入ったり映画が入ったりテニスが入ったり政治が入ったり経済が入ったりするわけですけど、うん、どこまで行ってもその穴が埋まらないよっていうのも、まあ、非常に我々と。 近いというか我々っぽいっていうのはありますねもちろん劉さんといえばものすごい影響を受けた人はこの方ですドーン はい、これですねあらーめちゃめちゃ影響受けてますあれ流派じゃないですか流派なんですこのコウモリ野郎コウモリ野郎じゃないよだから真ん中に立ってます流さんにはやられましたねでまあなんでなんと言っても君どっちよって流さんって言えばもう行動するありがとう、ありがとう行動する作家じゃない小説家じゃないで、実際にガンガン人に会いに行くし 外国行っちゃうし、まあ何か始めちゃうわけじゃんで、柳さん始めてんじゃん。井戸に入らない。入んないんだよ。はい、カチ誇るな。そう。井戸に入らない男といえば、私もそうなんですよ。はい。とにかくもうコミットですよ。そうですね。コミットメントでデタッチメントじゃないんですよね。で、まあインディゴブルースなんかもまあ初期の作品はものすごくあの柳さんに影響を受けてますね。本当にそんな感じですね。でも面白いのがこの二人、柳さんもハルキさんも両方ともスポーツ大好きなんですよね。 だこリュウさんはまああのテニスやったりあ<ら>サッカーやったりいろんなことしますよねどうですか仕上がってますよねそんなアクティブなんてそんなアクティブでしたよ <laughs> リュウさんはあのテニスに関する本も結構出してます、まあ、てえだから、ね、いろんなスポーツやってる人で、ね、なんかハマるとすぐ言いたくなる人なすぐ言いたくてすぐ本にしますもうすぐなんかこの一加減あるタイプなのよ。 だから一回自分の中で消化しなさいよ、龍さんと思いますので消化してんだって。いやしてないんだ。消化不良起こしてるのしか俺には見えない。それもいいのよ。なるほど。このからのなるほど。一方ハルキさんは三十年以上消化してます。こういうことでずっと一人で走ってます。そうです。はい。人とシェアしないのこの人は。そうです。それがいいんですよ。世界は自分のものだから。あ来た。これでいいんですよ。反復反復反復新しいものっていらないんだ。あやっぱ今反復の中にこそ新しいものを見つけるそれが村上ハルキスタイルはいかも。 いあともう一つ二人の共通している部分はやっぱりどう考えてもこれはそうなんですよ、はい、で音楽まあ春樹さん実はデタッチメントな人で、うん、そのディスコミュニケーションではあるんだけどそれ半分逆に考えるとものすごく社会的だっていう、うん、その反動で。 閉じているので、うん、この人は、あのー、実は社会的、ですね。うんうん、で、えー、それは、だから、中盤から後半にかけての村上春樹さんの変化、で。まあ、わかるように、うん、この人は非常に社会的な作家さん、なん、わけですね。もともと資質がね、うん、だけど、その、なんつうかな、ね。繊細であるがゆえに、最初は閉じたふりをしていたという、ところがありますね。あともちろん、女性ですね。そうですね。女大好き、で、おなじみの、この二人。その、その、出方が違うけど。 なんな作品の中の3分の2は女について書いてるんじゃないのそうかもしれないそうじゃないかな結構書いてあるいはあるいは少なくとも初期はそうですねでその部分に関してね小五さんねですかその立ち位置が違うみたいなねまあそうですねやっぱりその春樹は女を人格としてあんま扱ってないような気配がどうします それに対してまあ龍はやっぱこのどうしますあのねハルキハラハルキから血水なハルキハから,ハハから、はい、<laughs> ちゃんと喋ってハルキハから言わせてもらうと。<laughs> はいうん 本当に自分の本音の言葉を言うとそう思っとけばいいと思うでもそれじゃヒロにならないというかハルキ派は別にハルキ派は勝手にやってくれた勝手にやってくれて構いませんよってそう思うんだったらそれです僕は僕の大事なハルキさんをずっと反復し続けましょうというだからこれもう最初言ったでしょこれだからハルキ派とは話にならないそうなんだよね同じ次元にいないからこうして世界が二つに分かれたそうですねだからあの感覚がわからないのもったいないからじゃあ僕が今日は ハルキさんが女の人のなぜああいうふうに書くのかを教えてあげましょう。上から目線。その前に。その前に。ところが、まあ、二人をつなぐキーワードいっぱいありますけど。俺はなんと言っても、あんまりこの人のことに言及されてないですけど、絶対にこれでしょやっぱ世代的にこうなんだよ。絶対サルトルなん。実存主義なんだって。この二人って。で、その。それを持て余してるっていうさ。 ところが非常に面白いっていうか、うんうん、そうですね。まあものすごくわかりやすく説明しますとね、はい、あのサルトルって、はい、あのフランスのあの、まあ、思想家で、まあその60年代の思想をまあリードした、はい、まあ若者たちを先導した。どういうふうに先導したかというと、はい、この人、ある時子供の時に木の根っこを見て吐き気を催すわけ。<っ>何なんだこれって思っちゃったんだって。 つまりこの存在っていうものが理解できなくって、はい、そこにあるっていうことがなんうかな自分の中でこうわか入ってこなくてそれで気持ち悪くなって吐き続けるというで「オートっていう作品を書くわけですオートっていう作品はある時その、まあ、似たようなことそ,の、えー、そうこれ「木の根」っていうのはオートの中に出てくるやつですでサルトル自身は子供の時にサラダで吐くんです。えー、サラダという料理、はい 加熱されてないなもの生の植物がそこにあるそして食べるものであるこれがもう意味が分かんなかったんですでもえその実存のあまりの強さに吐き気を催してどうするかって言って彼はこのあとその実存っていうものが本質よりも上回るっていうつまり「やだここだ言ったって俺たちここにいるじゃん」っていうのが一番強いんだと。つまり そそんな俺たちだからこそ社会を変えていけるんだと言って社会参加しろ世界は俺たちの自由に変えられるんだという、はい、これまあ影響されているのブルーハーツは完全にそうです、うん、パンクがそうなんですけど、はい、パンクのおじいちゃんですね。 <laughs> そのえーまあ、パンクの父ではないですねそさらにもう,もう一つ上っていうかその、はい、この、えー、人たちの、まあ、影響みたいなものがあるこれどういうことかっつうと俺たちの力でなんとかなるんだぜ若者よっつってみんなうわーって立ち上がったんだけどだめだったんですよダメだった時代は。ベトナム戦争はな終わんなかったし、うん、貧富の差は拡大するだけだし結果的に万博日本だと大阪万博とか言って、まあ、チャラチャラしてる時代になっていくわけ。 ああ何つうかなもうもう終わったっていう時代になってくる。でなんかその俺たちの思っていた理想や夢はどうなったのかっつって二人とも共通に深い傷を負っているということでこうすね、うん、こういうこういですね。このその深いああれですね。出てるあのそう、はい、このねこれがまあキーワードだなと思うね。うん、あの何つうかなどどの作品見ても特にこの二作品がそうなんだけどデビュー二作品は、うん <laughs> 書かれてる表面とあと奥っていうのがまあいくつも層になってるんだけどまあとにかく深い傷を負っているというのとプラスこれですね終わらない日常っていうねつまり祭りの後もう人生が続いていくとで祭り,の後祭りの間に戦争があったりとか飢餓があってその後学生運動があってみたいなこう混乱の時代を生きるのはまだいいんだよね。それが終わった後に 淡々と日々が続いていくっていうことに対して、俺たちどうしたらいいのってなっちゃった。その終わらない日常っていうのが、まあ、まあ日本人の若者のテーマになってしまう。これが今日に繋がっておるわけですね。うん、春日のね、うん、ですね。はいはいはい。で、えー、まあまあ春日 <laughs> さんのあまあ特し特性というかまあその性質でまあ有名なのが、はい、まあアフォリズまあ初期アフォリズムですね。アフォリズムって何かっつと、はい、短いセンテンスで 決めリフをポンと置くっていうそれが大体引用なんですだからニーチェの言葉をポンと置くとか、うんえー、ハートフィールドの言葉をポンと置くとか誰かの言葉をポンと置いてでそこで何、えー、てうかな置いていくっていうね決めていくっていうかね、うん、そういうその名言みたいなものをあの引用していくっていうやり方とあと本人も言ってますけどあの有名なやつですねデタッチメントですね。デタ,デタッチメントってうねしみちゃん関わらないってことなんです。 これ反対に,言う,反対に言うのはコミットトメンつまりデタッチメント <coughs> ディスコミュニケーションですねつまり、はい、まあ人とは関わらないですよっていうでこのデタッチメントって言葉をはやらしたのも村上春樹さんですね素晴らしい村上春樹さんああ、あのー、から始まった <coughs> 俺たちデタッチメント <coughs> まあそれまでは連帯ってやってたわけで,で俺たちにはその境界線なんかない俺もお前もう一緒なんだっていう時代があったんだけど そういうのもいいですっつって俺はパスタを茹でますってなるわけでサンドイッチを食べます食べます猫が逃げます妻がいなくなりますますそういうことそういう感じになって妻がガン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 入っていって一方竜さんっていうのはやっぱ自称っあのどの作品でもずっと前半特にそうなんですけど共通してる部分があってあの「 自分を傷つけてますよねでドラッグとか暴力とか、まあ、あらゆる意味でドロドロですよねで痛みみたいなものをひたすら書くそしてあと冷静に観察していくその世界を見ているというねそして放浪していくっていうね、まあ、観察しながら移動していくっていうそして実際に行動を起こすとでこの行動を起こすこの結構まあサルトル的実にサルトル的だなとでこの2人もう一つサルトル以外にも共通点があってですねなん、まあ ビートジェネレーションってやつがあるんですよね。うん、ビートタキシはビートジェネレーションから来てますからね。そう、ずっと天才から来てますもんね。そういうことですね。つまりね、まあ放浪する、まあ風天のトさんですね。うん、えー、だからつまりその定住しない放浪する若者たちみたいなものが、うんえー、ビートジェネレーションとしてで、まあ。 路上ですね。景楽くんね。オンザロードですね。はい、あれが割とまあ有名で、うん、で、えー、ここに出てくるニューシネマの、えー、まあ大脱走う俺たちに合わないイージーライダーみたいなもの。うん、まあ要は就職しないでフラフラする若者たちスタートです、ね。わかりやすい。わかりやすい。もうなんつうの。 働いたら負けみたいなのがここからスタートします。それ聞いた後映画のタイトル見るとすごいですね。お、もう明日ないから。俺たちに明日。俺たち、俺たちに年金はないでなる。大脱走。そうそうそう。で大脱走ですからね。でまあちなみにあのハルキさん卒業論文はニューシネマであ、そうでしたね。のことを書いてます。イージーライダーについて書いてますよね。でまあ二人ともまあまあハルキさんはもう主にアメリカ文学に行ってます。でリュウさんは まあ、初期はフランス文学ですね、小倉さんね。うん、ジュネですね。まあ、バザイとか、そういう。そう,ね、そうですね。はいはい。で、うん、だこの、この色合いが違うっていうさ。で、共通するもう一つは、これです。なんと言ってもロ、ロアクマナーナ。ロアクシ。つまりね。しんみちん読んでと思いませんでした。はい、なんで、こんなにドロドロしたこと書くんだ。ああ、それはもう。めちゃめちゃ思いました。<laughs> 汚いの。<laughs> いもう「おうとおうと」ですわもう <laughs> 吐きまくる血や出しまくるはとにかくねおころさんそうなんですよそこが美しいほらきた本当にそれはね<ロ>美しいことですよでこれは虚、はい、色を剥がされた世界っていうものが本当の美であるっていうつまりこれカウンターなんだよねあのアトムの時代のそうですね。虚、うん、色に、まあ、囲まれた世界を一回、まあ、こう剥がして で本当の世界はこれじゃねえかっつって突きつけるという、ね。これが九十年代に流行りますね。九十年代。九十年代のだからのバトルワイヤルの頃にやたらドと楽的になっていく。九十年代の後半って、その団塊ジュニアの文化みたいなのが出てくるんで、まあ、龍さんたちの子供の世代。だから、それがまたなぞ、なぞる形で、あ、エヴァンゲリオンもそうです。あ、そうですね。食ってる、食ってるってやつ。うん、であの、食ってるっていうのが美しいっていうふうに。 言い出すっていうのがロワークマラ。はい、もう一方でハルキさんも実はロワークマラですね。そうですか。やってますねた。ちなみに例えばですね、はい、えっとですね。ロワークってじゃなくてそれは公平性の問題だと思うんですよね。ちゃんと見せるっていう。お願いします。あもうそれで終わりました <laughs> <今> <laughs> あ、そうなんですか。はい、いやあのちなみにその、えー、おじさんが本をくれたっていうくだりが冒頭に出てきます。はい、でさそのおじさんの話が始まってすぐに。 その叔父は3年後に腸の癌を患い体中をズタズタに切り裂かれ体の入り口と出口にプラスチックのパイコップを詰め込まれたまま苦しみ抜いて死んだ<ー>最後に会った時彼はまるでここあ滑稽な猿のようなひ,あひどく赤ちゃけて縮んでいたって書いてあて、うん、こんな言い方すごくないじゃん。 なんかねそれはでもむしろ本当にそうだったかどうかもわかんないですよ。マジックリアリズムというか表現として書いてるファンタジー童話的な要素として書いているというふうにそうなんだけどそれをわざわざそんな分量を使ってまで書いてななななんのってことにらい。すごいなと思ったよ俺はすごいななるほどハルキさんの方が割とその気取った文体でその表面的に美しい世界を書きつつ ガッと剥がすんでねでこの芸風は延々変わりませんで、ね。それは変わりませんだからねじ巻き通りでいきなりノモンハンになったりするのは、はい、この延長上にこれが長編になったっていう形でしょうねって思いますねはいえー、えち、ーえー、それでまあ時間でいいか <laughs> あこれパッといきますねパパッと、えーえー、ざっくりですけど風の歌を聴けの本の解説のをします村上春樹さんはい は <laughs> いどうぞこれね何がムカつくかって <laughs> はぁ<が>聞こえました風の歌ちゃんと歌ってくださいレイさん <laughs> なんやねんこれねいやくずえさん知ってると思いますけど、はい この人もう生活安定してますこの時そうですよねジャズ喫茶系うまくいってます早稲田卒業してますそれでジャズ喫茶で奥さんいて奥さんと一緒に仲良く大好きなジャズをやジャズ喫茶やっててそこそこ繁盛してるんですよそんなのになんかある時七十八年に人空球場で外野席でビール飲みながら野球見てたらいきなりあれ小説書いてみっかなと思うんだよねそういうことで人生にあるんですよ 不思議なことじゃない。あれ嘘嘘嘘だからそれ。これあのね信じてたら世界が開かれる。えどうどうなんですかこれ。しかもそれ思いついたのが七十八年の四月で、で七十九年の四月にデビューしてます。そしてこれで賞を取って一躍も時代の超人だ。天才じゃないですか。天才ですねとんでもでしかもですねもうこれ冒頭からさっきクデさんがおっしゃってたこれぶち込みます。 これ読みましょうか、はいえー「完璧な文章などといったものは存在しない完璧な絶望が存在しないように」はい「ここがまた面白くてかわいよこれ」はい「このデレック・ハートフィールド」っていう、はい、みんながあんまり知らない「サリンジャー」とか持ってこない <laughs> あこところに、はい、あれなんですよ「ス n o プ聞いてますねハ、はい、ートフィールドって作家いないんですよあいないェイさん。架空の作家 そ,そうですよそ,うそ,うそこが腹立つんですよ<今>皆さん今僕警察に捕まりましたサモイルかのように自分で勝手に作ったあれをねこ <laughs> れはボルヘスもやってるからそれはボルヘスは許すよ春樹もやっていい や春樹もやっていいけど <laughs>、うん、それだよなんかあの山田文左衛門みたいな小説家が昔いましたならいいよ <laughs> <laughs> デレクハートフィールドがどうのこうの <laughs> すごい字が込<や>んでんだよそれがすこやばいんだよ<こ> <laughs> 天才だと思ったなでも絶対あれやからその、まあ、10年ぐらい前からずっとこういうの書きたいと思ってずっと準備してたんやって <laughs> そんなこと、ね、<laughs> ないかそのボロが出るの嫌やからああでふっと思いついてねでもその話 <laughs> 結構そうなんですよねこれ作品 <laughs> 作中で8年間 僕が書こうと思って書けなかったってことを言ってるんで案外その大学時代その前からものを書こうと思ってたんだけど自分の高すぎる理想が故にえに書けなかったとだから完璧ななんかいいっていう。これさ架空の人だとすればさ、もう一人の自分に言わせてるってことだよねこれね。でそのもう一人の自分が後にえま,あまとめまでやってくるということなんですね,ね。うん そうなると相当面白いですよね、よこの人ね。で、やばい人ですね。うん、で、しかも、この人、さっき言いましたけどさ、日本語で書かない、最初に英語で書くと。デビュー作はそうなんですかデビュー作はそうだったらしいですね。<ば>聞いたことありますた隠しきれてないんだよね、そのなんか。<え>隠しきれてないのよ、その。 作ろってるんだけど漏れ出してる意識の高さっていうかそこが可愛いじゃん。<laughs> <laughs> 意識つなを濫じゃいいん。それが大学生ってもんじゃん。<laughs> ずっと頑張って小説書きたいと思ってたんです。<laughs> でいいじゃん。意識が高いとかじゃないんだよ。この人にとってはそれは普通なんだよ。ちゃんとそこまで上がってきて読んであげて。はい。はい、そうですね。だからまあ冒頭からもうすでにもうこの 言い訳とり理屈とスノビズム、うん、そして、まあ、匂う吐いた主義、うん、村の上感みたいなもの。 で作そっていうのがまあまあありますよねでこの作品どういうことか村の上感って <laughs> <laughs> だってさこの人関西のこと何とも思ってないっていうか関西を排除してるわけじゃんこの人最初から <laughs> 村の上感あるよねって <laughs> <laughs> 二人とも村の上なんだよいやそれそうですうでそうなんだよで見下してんだよ日本人のこと 見下してるという、まあ、でも、うん、そんな日本人である自分っていうものの中でこう揺れてるのがこの2人なんで、うん、まあ実に日本人らしいっていうかよくユダヤ人はユダヤ人のことが嫌いだって言うじゃん日本人もそういうとこあるじゃん、うん <laughs> うん、日本人である自分も好きなんだけど大嫌いだって思ってるっていう、うん、そういうところがまあものすごくらしいなっていうのがあってですね えちなみにですねこの作品どういう作品かと言いますと、東京の大学に通っている21歳の大学生が神戸に帰ってきますでも神戸とは書いてないですねあの故郷の港町に帰ってくるそして J が働いてるバーに通い詰める J ーズバーね誰だ J ってお誰でもいいでしょ中国人です J でアビールをここえビールを飲むそんななジョさんジョジョさんジョさ中国の方中国の方だねそれでそれでとりあえずまあ毎日毎日友達の寝 と一緒にひたすらビールを飲む、そ,うん、そんな夏だけの話ですね。これね、そう,<で>そうですしないと乗り切れなかった。ほど退屈な夏だったんです。退屈な夏が来た。そ,うそ,うね、それでに、二、二十一歳だ。うん、まあ、これ春樹さんの話だとすると、大学三年生ぐらいの状態というと。これ、ちょうど学生運動が終わりにかけてる頃ですよね。で、そ,そんなふうに、まあ、やれやれ、何もないさっていうふうな顔をして。 ブツブツ,ブツブツ言ってるわけですよはい、はい、これ面白いよなこの理屈男っていうの、うん、<laughs> 理屈理屈で生きてる男の頭の中っていうかだから絶対モテないんだけど <laughs>、うん、あのなぜか女の人が周りにこう来るとで、うん、酔っ払った女を拾ったりするわけですよね、うん、であの J の店でね、うん、酔い潰れた女の子を、えー、解放してで家まで連れてって、うん、でポッと気が付くと2人とも裸でベッドにいると。うん で、朝になっていると。で、男が先に起きて、その女の子の裸の体を眺める。日が差している。何するかというと、測るんですね。クゼさんね。測りましたね。男は。あの身長を測ってましたね。身長も測るし、はい、その脇から肘までの距離や乳房、はい、の大きさとか、そういうのを測って、これ完全にだから、あの 実存主義から構造主義にこう移動しようとしてるっていうたんじゃないかという実存から構造へっていうさそうやってなんとかしのごうっていう時期なんじゃないかなとでそれでその彼はそんなふうなその暮らしをしてで起きた彼女はどうするかっていうとぶち切れますよね。なのあんたって。でやったらやんないのみたいな感じでしかもその後彼彼女はえ彼に今一緒に優しくない。 感じになってここがまた面白いんですけど、でところがですね、この作品あれですよ、一つだけくく下りこういう下りがあるんですよね、あの機動隊員に歯を割られ,れたって下りが出てきますね。うん、あ、主人公がね。主人公が、はい、だから学生運動に参加してるんですよ実は。うん、つまりこの人って見てた見たあの社会参画一回知ってんですよね。 それで破れてるんですよ。でもそれについてはもう喋らないって決めてデタッチメントになって。で過去を語るときもこの時期から僕は誰とも喋らないって決めたんだみたいなそんな時期があったりとかして。でそんなこれもまたさあのー、考えすぎた男がやりそうなやつじゃん。えおうど、ん、やった？やどういうこと？だから <laughs> 今年一年誰とも喋らないって決めたんだみたいな。あまあそうそうそういうことをやった。やるよね。やるやる,やるそういうこと。<laughs> だから本当に自分のことが書いてあったんだもんな。 主人公も僕っていう一人称じゃないですか。そう。だからもうこれ僕のことですね。<だ> <laughs> お前のことだって。<laughs> いや本当にでもそういう時期ってあるから、<laughs> うん、これにこうみんな入るのすごいわかるなっていうのと、あと問題もう一つ面白いのが、えー、引用のやり方引用のやり方するんですよね。これ、うん、この人って特にあの風の歌を聴けば、もう一つの物語がこうずっとこう、えー、なん共感できる形で物語が進んでいくんじゃなくて、分担されてるんですよ。でいろんな要素が置かれていくんです。うん で全く物語と関係ないような DJ が喋ってるだけのくだりとか入ってくるわけですね。はいはい、そうやっていくつかの何つ、えー、うんですかえっと置かれた要素要素要素っていうのを並べてその全体で何かを語るというやり方してますね。はい、これは完全にゴダールですね。ゴダールもそうですし、うん、とてもこの人は演劇家かなんかだったんでとても演劇的な手法だなと思います。演劇ですね。そうですね。あと、うん、アメリカ文学ですね,そですねで。そういうやつをまあ何つうかなみんな見て見たことなかったから。うん びっくりしたんですよねこれね、うん、これをやられたんだっていうさでそこで、えー、なんか DJ から電話かかってくるというさこれあれさ高野文子さんねおえあのー、<laughs> <顔>高野絶対安全カミソの中に入ってくるあのー、あで DJ からいきなり電話かかってくるあるじゃないパクったってこといやわかんないけどでもああいう時代だったもしくはパクってるのかああいう時代だったんだな高野さんはいきなりえっ いやーだ結構同じかちょい後ぐらいあちょい後だねそうそういう簡単勝手なこと言って <laughs> そうでまあ、えー、その時に非常にこう失礼なことを DJ が言うというそうですねでちょっとイラッとしてそれで、まあ、犬の漫才師あんたみたいだねみたいなこと言ってちょっと嫌味を言,う言って返すって言って、うん、これあので主人公の男の子は、えー、女の子に「 嫌なやつだと思われてる2番目に寝た新宿で拾った女の子は、うん、彼と別れる時にメモを残してて、うん、そこに嫌なやつってて書いこの嫌なやつあとあその後の付き合った女の子は自殺してるんですけどねこの嫌なやつと自殺っていうこの2つの要素が延々この後春はるきさん書きますね。 入ってくるね。あのノルウェーとかもそうだしね、はい、で、えー、主人公が嫌なやつっていうのもなかったんじゃないかなと思う。そうですねちょっと珍しいよねヒロインの女の子に嫌なやつって言われるっていうのはなかなか。でここの ただ公平なだけなんですけどねいろんな世界の物事に対してめちゃくちゃ落ちてくるな公平を公平なんだもんアネスを。ものすごく紳士的に優しくもしないし当然あるべき情みたいなのを人間に与えるべき情みたいなのを書けるんだけどそれ以上には来ないから嫌なんでさ3人寝た女の話書いてんじゃん一番目めっちゃ分量少ないのあんま印象に残んなかったんじじゃゃなない。いい公平か。そううことじゃない すいません。じゃこねずっと <laughs> あの。付き合った女の子が実存主義的に捉えると非常に辛いんだよ、うん。どういうことですか？彼女はいたんだ。今いないんだって。<ー>ところが構造。主義的になバンコーク王国並べるとちょっと楽になる。うん 1>, 1番目はこうだった2番目はこうだった3番目はこうだった、うん、そ,そうすることによって相対化して2番目の女の子に嫌なやつって言われたことも客観的に見ることができるそして3番目のエレクトーンの女の子が首をつつあの、えー、と木,木にロープかけて首吊り自殺するんだけど、うん、それもどっかでこう距離を持つことができるというふうにしてつ,つまりその何に関しても数値化することによってこのやりきれない夏を何とかしのごうとしているように見えるというか。 でこれ短編なんかでやたらと出てきますねこの人の作品でね。でえー、これ全部数値で表せるって書いてます、ね、そうそてですやってみた,みた、ねでうんでこれはだからまあ実の主義を超えてどうしようかってあがいてる時期だったんだろうなというのが分かりますんでそんな時代だったなと。で、えー、テ,クノテクノポップっていうのテクノポップテクノポップ出てくるんじゃんこの後あと、のー、同じ時代に YMO が出てくるんでしょ <noise> ホウホウデジタル化なんでね。 つまりその常念みたいなものが終わって、うん、数値数値、データみたいなものにこう人間移行する<ー>これがまた今に繋がってるよねデジタル化ってことでですすね。広角機動隊ですね。機動だからまあそういうその流れになっていくもちろんこれね硫酸<ー>も同じようなことやるんですねで、えー、ちなみにこれ、えー、さっき言ってた巨色の話で言うと牛を解剖したとか、うん、猫を殺してるとか、うん、これ言わないんだけどねそれ、うん、でこれは大学で研究してるからしょうがないんだけどでその。 え自分のやってる行為っていうのが実はその巨色の裏側に非常にグロテスクなことをしてる自分っていうものがあってそれはベトナムのことを反対してた自分たちも同じじゃねえかというのがまあ時代的に完全にこれは自分をずっととと責めているといるうことですねでえその社会がずっと表層的表層的になってポップになっておしゃれになっていけばいくほどその裏側にあるものっていうものがうずくわけですよね。 つまり、世界全部が嘘に見えてくる。うん、だから、どっかで掴むところが欲しくって、この人が掴んだのがこの作品では、えっとね、えっとこれですね、これですね。最初にその J の店で出会った女の子の指が四本だったということで、このくだりがまあ非常に文学的で、この女の子は双子なんです。で、ずっと間違われてた。だけど、ある時自分は 事故で小指を飛ばしちゃっってからは、えー、間違われなくなくたと、うん、つまり、えー、同じような存在だったものが失うことによってアイデンティティを得たんだっていう、うん、で主人公は「その指どこにあんの?」って聞くんだよね。ねでそんなことを聞く人は初めてだわっつって、うん、このくだりで彼女は彼のことを認めるっていうことがあってこれ面白いことに何かを失ったってことが 存在証明になっているとう,っていうでその,、まあ、そのレゾンテートルについての話もこの後出てきますよねはい、はい、っていうねまあこれが我々が我々若者たちは、えー、何かを失ったがゆえに我々になったんだっていうメッセージが入ってくるということっていうことをその指のところも指が6本だって言われるより指が4本だっていう時のほう、はい、言われた方がものすごく説得力があったっていう書き方をしてるんですよね。 なんか得るよりも失ってその人になった方が説得力があったっていう言い方でそ、うん、の話をそうなるからそれは本当にすごいその通りだなと思いますでここで僕は「BE:BANJIN」っはい僕あのビーバーって漫画を書いてたんですけど、はいまあ、主人公は延々長いことヒロインのこと大好きで、まあ、初めてヒロインと寝る時にですねヒロインのお腹に手術の跡があるというくだ、うん、り書いてます。うんえー こっから盗みました <laughs> <laughs> 盗みました <laughs> <laughs> これはですね書いた後で気がつきましたあ、<ー>これ風の歌じゃんって思いましたよね<ー>でももうこの方がいいからこのまんま行こうって思いましたそれはラブコメっていうものは女の子のことを記号化するからねうん、うん、だから脱がした後に出てくる裸っていうものの中にリアルが入った時に初めてそのラブコメの次に行けるんじゃないだろうかっていうことがちょっとあったっていうことですねはい、そんな感じです そしてですね <laughs> 同時期に、えー、もう1つネズミくんって出てきますね、このネズミくん、この後のシリーズで出て,きます出てきますけど、このネズミっていうのが、金持ちの生まれで、金持ちが大嫌いだって言ってる男ですね、はいはい、本当に嫌なやつですねで、めちゃめちゃいい車に乗ってますね、この人ね、はいで、酔っ払ったまま帰りますねで、どうでもいいと思ってますね、世界のこと、どうでもいい。だけど、ネズミは俺、物書いてみようかなと思うんだっって、小説を書こうとする。はい かけたのって言ったら一行も書けないって言ってるこれ完全にルキさんじゃないかな。だよねルキさんネズミなんだろうねだからねどっかでだからその2つの人間に分けて書いてたんだろうなっていうのがありますね。そしてですねえ何が世界系なのかって話ですねでこれはあの世界っていうものをコミットしないことによってデタッチメントすることによって 自分の世界っていうものと外の世界っていうのを同じ価値に置いてしまってここからスタートするっていうことでまあさっき言ったあの、えー、これもま,あちょっとまとめて言いますけど「アホリズムスノビズム」で空洞を埋める情報これは「エヴァンゲリオン」とか「アキラ」とかつまり、えー「セックスドラッグロックンロール思想情念」常年みたいなものの中で思想情念がなくなった後に埋めたのは。 オタクカルチャーだったんじゃないかっていう80年代がやってきるということで、うん、これはだから完全にエアキラに何にも信じられない世界の中で自分が神になるっていう感覚みたいなものも後の世界系の感覚っていうのはここからスタートしてるっていう感じはすごいあります、ねうんうん、でひ、えー、言で言うと「あの頭でっかち」で精神的な引きこもりの状態にある若者っていうのをものすごくちゃんと書いてくれたっていう。 でこれその、えー、知識やん、えー、だろうな、まあ、その理論とかそれからまあ引用とか、まあ、いろんなもので自分を防御してたっていう状態みたいなこと,ことですね。うん、であと出てくる女の子なんですが、はいえー、これまたね竜さんの作品とかぶってくるんですけどね後半にですね女の子まあそのえー 主人公の男の子が東京に帰っちゃう直前にこう言いますよね、はい、怖いはっ,つってね、うん、でこれオートの怖いはですね、うん、だからその4本指の女の子が<ー>世界を怖いって言ってて、うん、っていうことですねこ,ここがまたなんか実はリュウさんのこの透明、えー、地下のブルーでも書かれてる同じことででサルトルで実は2人繋がっているということが、うん、まあわかるということですねそしてですね、えー ここからですよ問題の、うんえー、これですね犬の「犬の漫才師のシンリアラジオ」っていうくだりがあって、うん、でここがなんつうかな俺村上春樹が愛される決定的な理由の一つだと思うのね。うん、というのはあ、えー、と引用でぶち込んだ最初の DJ の嫌なやつっていうのが後半に、うんえー、唐突に現れると。 でいろいろなことがあった中でいきなりその DJ が話している言葉が入ってくるで DJ は何を言うかというとあるる女の子から来た手紙を読み始めその手紙に書かれてる女の子っていうのは病気でベッドから全く起き上がることができないまんま外の風景を眺めているだけの女の子っていう何年間にもわたってっていう話をずっとしてでそ,こにはそこにも希望があるんだみたいな話を、まあ、ずっとこう長々とそこで入れてくるんです。うん つまり、その情念とか、えー、そういったもの、その、愛とか人情とか、そういったものを全部排除したときに、いきなりそれをボンと入れてくるん。それで、彼は、な、その深夜に、その、手紙を読んだ後に、何を言うかっていうと、こうまとめます。太字でこういうふうに書くんですよ。うん、こういうことしか僕は言えないっつって、君は、僕は君たちが好きだっていうふうに言うわけです。うん、ここに、春樹、いきなり直球ぶちこいます。うんうん、で、ここに。 この辺りがなんつうかなこうこの作品の何か強烈な本音みたいなものむしろそのずっとずらしてずらしてずらして寒い寒い寒い一人で一人で別に構わない大丈夫大丈夫大丈夫って言ってんだけど大丈夫じゃないっていうで本当は世界が好きなんだよっていうメッセージをそう。 まあこんなこと言うけど数分後にはいつもの犬の漫才師に戻るよっていう言い方をするって言ってまたふっとこう、えー、虚構の世界に戻るんだけどつまりずっと虚構の世界でざりごをやりながらふっとな本質に入り込むっていうところが、まあ、その春樹さんの真骨頂なんで,、ね、でこ,のこれがあるから誰が救われちゃうしもう一回読んでみたいななでだからずっとね分かるわーって言いながら。どあの 世界はみんなクズばかりだなって思って、世の中なんかどうでもいいしっていう気分をずっと強要されていながら、ふっとでも好きって入るっていうのがこの晴彦さんのやばい、ね。この人は、連鎖的に関西を否定してるって言ってましたけど、こういう仕組みの中に関西が全部詰め込まれる。その通りです。<laughs> そ,そう,そう,そう <laughs> めちゃめちゃ関西っぽいんで,す関西なんですよ。このやり方っていうのはそう。そうなんす。ごいんですよ。絶妙の関東急というか。で、ってこれは、うん、いや、か京都。 ぽい。そうそうそれはわかる。うん、まあ京都の人だからね。は,はい。京<日>、うん、その辺のところはね共感できますよね。<laughs> すごいわかります,そう,す、ね、そうそうそう。で最後にですねこの作品は、はい、ハートフィールドという作家が書いたという火星、はいはい、の井戸の話これがまた後の中期春樹作品の本質をズバリついている短編で、うんうん、そのあのどんな話かというと、うん、S.F. 短編。 そそしてその、えー、ある男が火星に行ったで火星には昔文明があったでももう全部なくなっちゃったで井戸しか残ってないでも完璧な井戸だったとでその男は何にもなくなった中でその井戸の中へ入っていくとで入っていくと入っていけばいくほどどん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 自分の体の中にエネルギーが湧いてくるっていうのを感じるとで希望を感じ出すという、うん、そして一番下まで行くと横浜を発見する繋がってんだこれ完全にユングですね。 えー深層シーの世界で全てが軸を越えてつながっていくっていうのをこの人井戸を使って説明してますけどこれ延々と後から出てきますねえまあ何度も出てくるやつです。でそしてえ井戸の横穴に行くとある時上から光がさしてるのに気が付くとそしてそれが上がっていくとその上がっていくと太陽が。 させてて、つまり、えー、あっちの穴とこっちの穴がつながってて、で一回入ってで出ると全然違う自分になって満ち足りた気持ちで太陽を見ることができたというと、そしてそこで問題の風の声が聞こえてくるわけですね。うすうん、歌ね、歌。そう、うん、歌ですね。で,で、えー、このあのまあおそらく神の声でいいと思いますよね。それで、えー、もうすぐ世界が終わるぜっていう。 これもあと20万年だっけ、うん、で世界は終わるっつって、うんまあ、地球の歴史から見るとあっという間だぜっつってで「君が井戸に入ってる間何億年も経ってしまったんだ」って言って、うん、そしてその男は、えー、自殺するわけです拳銃自殺するっていうところで話が終わるんですけど、うん、まあこの辺りが、えー、ここで自殺するっていうこととそれを小説の中の小説で書いてるってことが結構ポイントで、うん、それを 超えるっていうのののが後のハルキのテーマになってくるとなるほど、うん、なるほどね絶望の中掘って希望が見えた瞬間に絶望するのではなく風の音を聞いてその先っていうところに行こうとするというでまあもちろんですねこの時代って言えばもうこれなんですよ <laughs> えこれはですね「ディスカバリー・レイジ・チャンネル」でもがっつり喋ってるんですけどね、うん、この話。 風の時代なんですよこの頃って時代に新たなる風が吹いてきたというね、うん、でこれあのー、コイン類あっち限りなく透明に近いブルーでリュウさんの部屋が出てきますリュウという男の部屋が出てきますそれは完全にめ、えー、めちゃめちゃゃに腐ってるんですよねパイナップルの腐った匂いと、うん、あとまあその、うん、乱行パーティーばっかりやっててみんなドラッグやってるんでもうぐっちゃぐちゃな部屋なんですけど。 ナウシカで言ったら不快なんですよ <laughs> <ー>。そう、あれ不快なんです、ね。で、ナウシカね。の世界の不快。で、なぜ人が住めるかっていうと。風が吹いてる場所だからなんです。<ー>風の他人だからだよ。 そうするとあそこだけ毒が弱い弱いからすめるとつまりこれ絶望の70年代から80年代にかけて新しい風が吹いてくるわけですよそれについて言ってるわけなんですよねでそれについて言ってたの風の谷そうですよそれと同じ同じことをこの時代はみんなやってるわけですでまあこれですね「ハッピーエンド」もそうだしまあ誰もがご存知の「 ブロインタイです、ね、ディランですね。っ、うん、ていうんでその、えー、風風っていうものが希望でありそして時代でありみたいなものが、まあ、テーマになっていくっていうことで、うんまあ、いろいろと表層的なことそして裏側にある邪悪なものみたいなもののもう一つ上の層っていうのを、まあ、描いて終わるということです、ね。で最後に、うんえー、ニーチェの言葉を引用してますよね。こ,の、はい、でこれ 多分そうだよね。うん、これ合ってるよね。ニーチェの言葉だよ、ね、で。そうやね。さに昼の。そうそう。うん、昼の光によるの。うん。っていうことです。で、これニーチェの言葉で、昼の光に夜の闇の深さが分かってたまるかっていうのを。まあ、ハートフィールドさんが言って引用したっていう言い方をしてますね。はい。で、墓碑に書いてあるて。墓碑に書いてあるっていう言い方してますよね。はいはい、で。まあ、これってさ、ニーチェの言ってるさ、これと同じことじゃん。ええー、あ、えっ、ー、とね。えー 地獄でえっとね、天国まで届く木は地獄の底まで根を伸ばしているってニーチェが言ってますね天国まで届く木,春,木春の木は地獄の底まで根を伸ばしているっていうことだと僕は思うわけですよ。なつまりそう思ってるわけその、えー、表面に見えているポップなものそ,その下の根っこの部分っていうものっていうものを村の上から。 語ってるいや、龍さんやれないうちまち <laughs> 急いだのにダメだった。<laughs> やっぱ長くなるな、長くなりますいね。奥野さん、<い>これじゃあ後半はちょっと龍さんのやつがっつりやります。あのガッツリやります。まあ同時にこうやっていきましょう。ゆり熊もやりますと。なるほどね、いはい、風の歌。はいはい、そういうことでしたか。そうですね。 ちょっと解釈が違う部分もね我々は,はありますけど今ちょっと思いっきりざっくりやったのでこの話ちょっと後半掘り下げましょうはいお、はい、願いしますえー、ですねそれでは、はいえー、ちょっとここで有料に切り替えるんですけども来週のやんさんは、はい、なんと久しぶりっち、うん、ゃ久しぶりなんですけれども、うん、手塚治虫のある作品はい、はい えーまあ、皆さん家にねもうあるとは思いますけれども「うん、火の鳥」うん、こちらを徹底特集という感じでただもうでかいので礼二、まあ、さんには「の火の鳥」の概要と、うん、まあ自分が好きな、うん、一番これがやばいっていうのみたいなのを、うんえー、ちょっと解説していただければなと思っております。うんえー、というのもあの「キングレコード」からですね「火の鳥」手塚先生の,あの90周年のあれで企画で。 日の鳥のコンピュレーションアルバムが出ておりましてそれにドレスコーズとかですね、そうそうたるメンバーが浅井健一さんとかうん、うん、佐藤大二さんとかあとあの薬師丸悦子さん。 ヒロコ言おうとしたの <laughs> これマジでびっくりしたマジ俺最初そうやと思ってで、うん、もちょっとヤバいんすよこの間から「ローランドあれ」と「<laughs> ああ ROLAND あった始まってたウ嘘やんって言うやんほんまにそうやね、うん、うんうん、そういう間違いする人結構おると思うでまあそんな感じであの「火、うん、の,の鳥」をどういうふうに ミュージシャンの方々が解釈して、曲にしてっていうのも含めまして。今一度火の鳥という大河ドラマというかね、作品をヤンサン的に。解説していければなと思っております。ドレスコーズも参加してますからね。ゲストはもちろん、手塚ルミ子さんで。ちょっとね、いろいろ。ね、はいはい。物議を醸している最中かもしれないですけど。はい。ルミ子さん、来てくれます。ルミ子さんが。はい。素晴らしい。はい。ではでは。はい。 そんな感じで来週そして来週なんですけれども「しみちゃんヌーボー」をやっていたんですけれども <laughs> えと相談の方がですねあのちょっとやっぱ少ないというか <laughs> ちょっと採用ができるものが少ないとうとうありましてであの終わるわけではなくて、はい、あの番組として採用ができる質問が来た場合はそちらを やる形で,でもしじゃあ来なかったときはどうするのかということで、うんうん、え来週からですねえと新しく僕と久世んでもしヌーボーの質問がなかったときはこれをやりますということでお,、うん、えお便りをまままず募集しししすすすでででここんんな感じでしてちち、うんね、ちょっとパンダちゃん失礼しますこちらですね <laughs> はい、えー、番組へのご意見ご提案それから私なりのやんさんの楽しみ方もしくは私なりのやんさんの布教の仕方ですねそして私がおすすめしたいこの回などこれはあの常時募集しております。 はい、でルールというかまあこういう規定があるんですけれども、まあ、とりあえずご機嫌であることということと、まあ、真面目でもくだらなくても大丈夫です。ペンネームで遊んでいただいても構いませんできれば600字以内でお願いしますと。ということと来週は火の鳥なので、えっと、こういういいいのも募集したいと思います、はいえー、初めての人若い人などにおすすめしたい〇〇まる、あ、編理由ですねそういうのを添えていただいてでもしくはまあ私が新しく作るならまる編ということで。うん まあこういった感じで、うんあのー、募集をちょっとやっていきたいと。うん、どうしましまた<や>大丈夫ですか、うん、はい、はい、という、まあ、コーナーを久、ま、世、あ、君と2人で10分ほどで、うん、やっていきたいと思いますのでもしヌーボーのお便り来ない場合はこちらになりますので、うんはい、募集しておりますのでよろしくお願いします。はい 早いんですけども来月の14日に今年最後のイベントをまたここでやろうと思っておりますえー、と、えー、もう今年は「ガンダム」で終わりたいと私がもう決めておりましたのでレイさんに無理言ってですねい、えー、きますよ、えー、これはもうさ本当に最後かもしれません、えー、君は逆襲のシャア・アズナブルという男を知っているかね というお題でですね、えー。ついにアムロとシャアのこの大河ドラマがレイジさんの中で終わります。<laughs> その最後をね、<laughs> 山田ダレイジはどう見たのか、えー、という感じで、えー、皆さんと一緒に味わいたいなと思っておりますので、来月十四日でございます。十二月十四日で。 え最後のイベントにしたいなと思って,ますだってこれあれだよねブレンパワードの前哨戦そうなんですよ <laughs> ゲストはもちろん,あん <laughs> 安藤正美監督に来ていただいて <laughs> えちょっと見届け人としてね「えー、ガンダム」さあどういうふうに礼イさんは読み解いたのかというところでろあれさあ「ガンダム」も同じなんだよね <laughs> <laughs> じゃこの人たちと <laughs> <え>始まっちゃうからちょっと逆に面白いかも <laughs> あれも風の歌聴けだし。まあ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 。ということで皆さんまた来月の最後のイベントもぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。それでは。ああち僕もあのすみません。今月末まで千歳船橋で舞台をやっておりますのでよろしかったら見に来てください。はいよろしくお願いします。はい熊ちゃん踊ってます。毎日踊ってます。毎日踊ってます。毎日熊ちゃんに会います。よろしくお願いします。ああ止めちゃはいはいはい。それでは後半にちょっと待って一個だけまして。 えーあのー、風の歌を聴けしかやれなくてすみませんでした最後に僕が言った「<laughs> 風ブローン・エンゼ・ウィンド」ってうまく言えなかったんですはっきり言いますけどこれどういうことかっていうとこれ,これ発表されたら80年だからやってくるんですよ。どういうことかっていうとそのいろんなことのあった挫折みたいなものが新しい風が吹いてくるっていうそっちに意識持ってこうよっていうことが含まれてると。 僕は解釈したということは言っておきたいと思ったのですあの言いました <laughs>、えー、この後リュウさんやりますゆりくま、えー、リクもやりますありがとうございます、はい、それでは,解説は切り替えます解説は、えー、6話7話でございます、はい、それでは後半いきますアスタブリストやバイーバイ